こんにちは、ロハス TV の時間がやってまいりました。今ね、またロハス村夢通信、まあ夜中になりますけれども今吸っております。ここはね、暖房がないんでね、印刷部屋っていうのは暖房がないですから、めっちゃ寒いです。まあ、そういった中でもですね、皆さんになんとかですね、健康で不思議で本当にためになるようなそんな情報をですね、お届けしたいと、もう心からですね思っておりますので、それでこういった寒さ、またね、劣悪な環境の中でも頑張ってですね、皆さんに、もうなんか読んでにっこりしていただく、そんなイメージをしながらですね、仕事をしております。どうぞね、来週にはお届けできると思いますし、またクリスマスということで、もう本当にですねワクワクするようなそんなね、お買い得情報であったり、またね、商品であったりっていうことを掲載しておりますし、またね、1年を振り返って、私がどう思ってるのかっていうような、どんなことがあったかというような、そんなこともちょっと振り返って、文章を書いてみました。またね、楽しみにしとっていただければありがたいです。2023年もうすぐね、まあ来ますけれども、もうしっかりとですね2020年22年をですね味わって、そして、反省、そして希望を持ってですね、2023年を迎えたいと思います。あと半月余りでございますけれども頑張りましょう。それじゃあさようなら。